ミスジハエトリは、ハエトリグモの一種。日本で屋内外に見られ、死有で反問が異なる。体長は、メスは7から8ミリメートル、オスは6から7ミリメートル。性的二成りが明確で、体色や反問も異なる。オスは頭部にオレンジ色の毛の帯があるのが特徴で、胸部から腹部を貫く、縦筋の明暗がくっきりと見られる。メスは、 比較的均一な体色で、半門もオスより目立たず、関東地方では全体的に暗色で南に行くと単色になる。本種のオスは頭部の橙色の帯が目立つため他の種とは見分け、安い。メスの場合は、前述の通り体色の濃淡に地域差があることも手伝って、特に同族の茶筋ハイトリガメスとの見分けが困難な場合がある。日本では5月から8月頃に、 本州、四国、九州、南西諸島までの家屋内、外の壁や海岸の堤防などに見られる。ただし、本州以南の同じ区家屋に生息する、同じハイトリグモ科のアダンソンハイトリが、元は生息していなかった本州以北にも近年、その分布を広げつつあり、本州はそのアダンソンハイトリとの競争には負けてるようだと報告されている。日本国外では、ベトナム、 中国南東部及び新疆ウイグル自治区で記録されている。家屋内外の害虫を食べる液中と考えられる。姿が気味悪いと嫌われることの多い雲類の中では、ハエトリグモ類は比較的嫌われることが少ない。ありがとうございます。